皆さん、こんばんは。ティーンダーメン、クバキンタケです。薬膳ナムル、いろいろ紹介します。ほうれん草、やっぱり黒ごま、ベーコンおすすめですね。忍者白ごま、ナッツ、パセリがおすすめですね。はい。もやしは、大豆もやし、いろいろありますね。ひじきも入っていいですね。大根も、やっぱり、金柑とか、いろいろありますね。ゼンマイのナムル、やはり油揚げとか、いろいろありますね。ビビンバがおすすめ。菜の花ナムルとか、アスパラナムル、ハム入ったり、卵も入って、セロリ、キャベツ、ツナ、ナムル、ありますね。じゃがいもにナムルもいいですね。玉ねぎ、しょうがまナムル。エンドウ、スナック豆、グリーンピース、そら豆、いろいろナムルできますね。ミックス豆も。うん。三つ葉も、これ合うね、実は赤貝と一緒に。はい。ニラはやっぱり美味しいです。ルッコラと、あとはまあ、粉チーズ、はい、ついてて、はい。山菜でもナムルができるんです。セリ、フキ、ウド、ターノメ、いろいろできますね。何でもナムルにしちゃうんです。タケノコにもナムルしちゃうんです。やはり寿司、やっぱりキンパでしょう。はい。トマト、夏野菜でもナムルができちゃうんです。ピーマンの味噌ナムル、赤黄色ピーマンのエリンギナムル、シシトウでもナムル、ナス味噌ナムル、バルサミコ酢ナムル、オクラのナムル、枝豆のナムル、熱中症予防にも他にもズッキーニやキュウリ、ゴーヤ、カボチャ、何でもナムルにしちゃうんですよ。ビビンバ麺も美味しそうですし、レンコンナムル、生姜、長芋のナムル、どれも美味しそうですし、キノコのナムル満載ですね。はい。あとはまあ、しめじも、はい。チャプチにもできちゃうんです。はい。ごぼう、あと水菜、ねんにくがピリ辛ナムル、いろいろ。あとは肉系統の春菊のナムル、肉にも合います。こんにゃくナムル、町じにもできますね。というわけで、薬膳ナムル料理でした。バイバイ。